つい嘘をついてしまう。あなたに送る言葉。嘘をつくと、閻魔様に舌を抜かれるという言い伝えがあるように。昔から、嘘をつくのは良くないことと戒められてきました。でも、それは裏を返せば、人は昔から嘘をついてしまうものだったということです。では、なぜ人は嘘をつくのでしょう？いつも正直でいるためには、どうすればよいのでしょうか？人生において何よりも難しいことは、嘘をつかずに生きることだ。そして自分自身の嘘を信じないことだ。これはロシアの思想家、ドストエフスキーの言葉です。自分をよく見せようとしたり、都合よく物事を進めようとしたりして、人につく嘘がある。一方、自分につく嘘もある。本当は手を抜いたのに、一生懸命やった。まだ心残りがあるのに、諦めがついた。好きなのに嫌いだ。そうやって自分をごまかしていないでしょうか。自分自身の嘘を信じないようにしましょう。素直に話すこと。たとえ難しくても、正直さが大切。これはフィンランドの実業家、アルミラティアの言葉です。本当のことを伝えるのは、簡単そうで難しいし、特に自分に不利なことや相手にとって不快なことは言いにくいですね。会社経営者として活躍したラティアは豊富なビジネスの経験から言いにくいことでも嘘をつかないで正直に話すことの方が良い結果が生まれるということを身をもって体験したのです。私は不幸にも知っている。時には嘘による他は語られぬ真実もあることを。世の中には必要な嘘もある。これは芥川龍之介が人生や人間についての考えを表した短文集、主女の言葉の中の虚偽についての言葉です。芥川は、自分は芸術家だから嘘が上手だと述べています。ありのままの形では伝えられず、小説という嘘の形でしか表現できない。人間の真の姿や真心があったのかもしれませんね。このチャンネルは毎日配信しています。チャンネル登録していただき、次の動画をお待ちください。また明日お会いしましょう。